何これ、お母さんずっとこんな食事をしていたの？お母さん、一体ここで何が起きてるの？大したことないのよ、いつものこと。私が悪いのよ。私の問いに母が悲しそうに目を伏せた。その時、後ろから兄嫁がやってきた。もう勝手に入らないでよね。あなたもマナーがなってないわね。お姉さん、母に何をしてるんですか？しつけよ、しつけ。私の名前は岩本かな、30歳の会社員だ。大学を卒業してから私は一心不乱に仕事を頑張ってきた。なりふり構わず打ち込んでいたらもう30代。周りの友人たちも結婚や出産をし始めていて、全く気にならないといえば嘘になる。でもなんか流れに任せちゃうというか、目を背けちゃうというか。そんな私がキャリアウーマンとして忙しく働いていた時に、衝撃的なニュースが飛び込んできた。それは5歳年上の兄翔太の結婚の知らせだ。普通なら兄弟の結婚は嬉しい出来事だろう。だが私の兄に限ってはそうはならないし、私の親族ならきっと誰もが心配すると思う。実は兄は一つの仕事を3年以上続けたことがないのだ。新卒で入った会社だけは唯一3年間続いたが、その後は1ヶ月や2週間、場合によっては1日で辞めてしまうこともあった。まずどうしてそんな職歴で何度も採用されるのか。本当に世の中はコミュ力が大事なのだと痛感させられる。兄が仕事を得る理由は、彼が無駄に高学歴で話がうまいことにある。若いし頭の回転もよく、資格もいくつか持っている。人手不足で即戦力を求めているような会社では、忍耐力がない兄でも需要がある。ただ実際の仕事が面接時に聞いた内容と少しでも違えば、兄はすぐにブラックだと訴える。そのため兄が長く続けられる職場はなく、転職を繰り返しているのだ。そんな面倒なニートの兄が結婚すると聞いても、喜びより先に疑ってしまう。こんな兄を選ぶ女性がどんな人かと。本当に結婚に踏み切るのか、兄に嘘をつかれてないかとか、いろいろ考える。大丈夫か。まともな人なら30歳を超えて退職届も出さずに無断欠勤で会社を辞めるような男は選ばないだろう。兄が連れてきた相手の考えによっては結婚自体に反対しようと考えていたくらいだ。しかし結婚の理由を聞かされると、私はしぶしぶ兄の結婚を認めざるを得なかった。なんと兄の嫁ミレイはすでに妊娠しているらしい。仕事をしない兄だとしても、その責任は取らなければならない。だが生活を支える手段として何か手を打っているのだろうか。ちゃんと考えてるのか。彼に金がないのにどうやって家族を支えるのか心配だ。さらにはミレイの家族は結婚に反対しており、家族の顔合わせすら拒否しているという。まあ娘が無職の男と結婚することを認めるはずもないだろう。彼女の家族はまともな対応をしていると感じた。私は兄の無計画な行動に対して怒りが湧いた。心から結婚を祝福する気持ちになれず、兄嫁が実家に挨拶に来ると聞いたが、心配ゆえに喧嘩になってはいけないと、私は仕事を理由に欠席した。今思えば多少大人げなかったかもしれない。頭を冷やすために時間を置き、次に兄たちに会った時はしっかりお祝いをするつもりだ。一人で悩んでいてもどうしようもないから気持ちを切り替えようと思っていた。だが後になって、この時結婚に反対であることを示しておけばよかったと思うのだった。
兄が結婚してから数ヶ月後、ちょうど休暇中だったので、久しぶりに実家に顔を出した。お母さん、ただいま。あら、かな、久しぶりね。少し痩せたんじゃない？え、そうかな。ちゃんと食べてるの？食べてるよ。大きな契約が取れてから最近かなり忙しくてね。遅くなってばかりで、いっつも牛丼屋のご飯ばかり食べてるから、むしろ太った気がするけど。あら、そんな食生活で体は大丈夫？健康にも気をつけてね。うん、わかってるよ。いつものように母との軽い会話を交わしていた。だが、兄の結婚が気になっていた。兄関係のことで母が疲れているかどうか心配していたけれど、見た目は元気そうで、ひとまずは安心した。しかし、その夜に驚くべき話を聞かされた。え？それどういうこと？思わず大きな声が出てしまい、慌てて口を覆った。実はね、妊娠したと思ったけど、病院に行ってみたら妊娠していなかったのよ。母によれば、兄嫁は実際には妊娠しておらず、検査薬の結果を信じて急いで結婚したらしい。その後、病院で妊娠していないことが判明したという。ちょっと待ってよ。それ大丈夫なの？慌てるのはわかるけど、気になったら真っ先に病院に行かない？検査薬で調べたとしても、どっちかは落ち着いて病院で検査することを考えるもんじゃないの？声を荒げてしまった私を母が落ち着いてとなだめる。だが私の意見には賛同してくれて、夫婦の間もうまくいっていないみたいだし、でももう結婚してしまったから手遅れって感じよね、と母はしょんぼりしていた。お母さんもお兄ちゃんの結婚には反対だったの？と尋ねると、母は静かにそうねと言ってうなずいた。しかし具体的な回答は避け、まああの子も大人だし、と曖昧にした。確かに年齢は大人だけど。さて、実際には兄の結婚は誰も認めていなかったようだ。もし亡くなった父が生きていたら、どんな言葉をかけただろうかと考えるが、今となっては答えを見つけることはできない。そんなことを考えながら、私はやっぱり兄夫婦とは距離を置くことにしていた。それが一番無難だと思っていたが、ある日実家に顔を出すと、玄関に普段より多くの靴があるのが目に入った。珍しくお客さんでもいるのかとリビングに向かったところ、兄と兄嫁らしき人物がそこにいた。母を驚かせるはずが、自分が最も驚いてしまうとは思わなかった。あれ、お兄ちゃんも帰ってたの？あとその兄の奥さんですよね。はじめまして、かなです。こういう時に猫をかぶる演技力が備わっていればと思う。おそらく私の表情は引きつっている。実際妊娠していなかったという騒動で、この二人に関わるとろくなことがなさそうな嫌なイメージがさらに強くなった。今ならもっと成熟した対応ができると思うが、心の整理がついていなかった私はうまく感情を隠すことができていなかった。はじめましてと言って頭を下げる兄嫁の姿は、一見しっかりしているように見える。しかし、次の言葉に私は耳を疑った。あ、ただの寄生虫じゃないからね。そこは分かっておいてね。あ？一瞬、意味が分からなかった。すると、兄が補足するように説明した。実は今はここに住んでるんだよ。え？どうして？ちゃんと家を借りてたんでしょ？仕事の関係上、実家から通った方が便利になったんだよ。仕事？今は何をしてんの？私がそう聞くと、兄は言葉を濁した。その様子をいぶかしげに見ていると、兄嫁が無職になっちゃったのよ、と平然と言った。
その発言を聞いて私は言葉を失った。それって仕事がなくて生活が厳しいから実家に戻ったってこと？いやいや、そうじゃない。実家に来た時は確かに仕事をしてたんだよ。だけどいろいろとあってな、辞めることになったんだ。いろいろって何さ。どうせ自分の思い通りにならなかっただけで怒って辞めたんでしょう。私が感情的になると、なぜか兄嫁がまあまあと割り込んできた。彼女が口を挟んでくるのは意味不明で少しイラッとした。実際仕事をしていない兄が実家に金を入れているわけがない。今まで通り周りの好意に甘えて生きているだけだ。しかも兄嫁も働いていないそうなので、絶対に二人で母にたかっているに違いない。お母さん、無職のお兄ちゃんをここに置いておく必要はないでしょ。甘やかすのはやめた方がいいよ。違うのかな。一緒にいると私も楽しいのよ。母は慌ててそう答えたが、本当にそう思っているのか、私には疑問が残った。それでも母は、心配ないから、大丈夫だから、と繰り返すのだった。まあ、母がそう言うなら仕方ないかと、その日は納得することにした。私もここ最近出張も多いから、実家に帰れる頻度も減っている。まだ元気だとはいえ、母を一人きりにしておくのは心配な気持ちもある。こんな兄でも母と一緒に住んでいれば、母が何かあった時に対処してくれるだろう。様子を見るか。けれど年末に再び帰省した時、驚くべき変化があった。母の寝室が兄嫁のものに変わっていたのだ。さらに不思議なことに、実家にはすでに兄嫁の部屋が二つもあった。つまり母の寝室が奪われることで、兄嫁は三つも自分の部屋を持っていることになる。母は現在、私の昔の部屋で寝泊まりしているようだ。以前の部屋よりずっと狭く、家具は子供時代の二段ベッドがそのまま。小柄な私にはまだ使えるが、母には使いづらいはずだ。どうして母の生活環境が悪化し、兄嫁の方が快適に暮らしているのかと疑問に思い、お母さん、もしかして同居が原因で嫌な思いをしているの？と尋ねた。だが、そんなことないわよ、楽しいわよ、と、前と変わらぬ返事が返ってきた。実際に会ってみると、私の心配しすぎかもしれないが、母はやつれたように見える。しかし、具体的なことは何も話してくれない。献身的なお母さんだから、その大丈夫というのも心配になるのだ。一方で、以前は不仲だと聞いていた兄夫婦は、目の前で仲睦まじくテレビを見ていて、私がいるのも気にする様子がなかった。兄のラブラブな様子を見るのは気が引けるが、喧嘩を見るよりマシだから、それはそれでいいことにしよう。だが、他にも気になることがあった。ねえ、数ヶ月前に会った時も仕事がなかったよね。今回も同じ状況ってどうなってんの？お母さんに帰省してるってことだよね。そろそろ本気で働こうよ。私がそうやって問い詰めると、兄は面接がなかなか通らないんだと返した。それを聞いて呆れてしまう。自分のことをちゃんと見ずに、ただ高級の仕事を探してるんじゃないの？現実を見て、もっと身の丈に合った仕事を探しなよ。それに、お姉さんも働くべきじゃないんですか？私はつい感情的になり、二人に詰め寄った。兄嫁も数ヶ月前と同じく無職の状態だった。似た者同士って惹かれ合うのかな？どっちかが仕事したら、もう片方も仕事が決まるんじゃない？葉っぱをかけようと皮肉を込めて言った。二人とも職を探す様子もなく、明らかに母を頼りにして生活している。母の自由をないがしろにしないでほしい。私は失業保険をもらっているから、それが終わったら働くわ、と兄嫁はのんびりと話す。失業保険が終わるまで働かないとは、
職業安定所にでも行ったら受給停止者の発言だろう。明らかに働く意思が感じられない。そんな兄嫁の言葉には強い違和感を覚えた。彼女の言動は裏表がないように見えるかもしれないが、これまでの言動を見れば信頼するのは難しい。とりあえずこの場は様子見しかできない。母が兄たちとの同居を許している以上、私にできることは限られている。本当は二人を家から追い出したいぐらいなのだが、しかしその後すぐに私は海外への長期出張が決まってしまった。期間は約半年ほどで、実家に顔を出せる機会がほとんどなくなってしまった。さらに大事な仕事だし、時差もあるので母に連絡をする時間もなかなか作れない。なんとか隙間時間を作ってたまに連絡を取ろうとするも、母とはなかなかつながらなかった。国際電話はお金がかかるので LINE で電話をするのだが、母と連絡がつかないことが心配だった。仕方なく兄に LINE をすると、その度に母さんは外出しているよという返事が来る。だが文面だけではどうも信用できない。そもそも母はそんなに外出するタイプではない。だが兄夫婦が家にいるせいで、母は気分転換のために外出しているのかもしれない。今までスマホは使いこなせないから緊急時の連絡用としてこれでいいわと母が言って、機能や容量が少なすぎるものを持たせていたが、次に会う時は一緒にちゃんとしたものを買って、母の位置情報などがわかるようにしようかなと本気で思った。そうやって母のことが心配になりながらも仕事に追われる日々を過ごした。ようやく出張が終わり、仕事も一段落して、今年のお盆には帰れそうだった。母のことが心配なので、まとまった休みを取って帰省する計画を立てていた。しかし、帰省の連絡をした時、兄嫁が電話で、今年のお盆は帰ってこないでほしいと言ってきたのだ。なんでですか？実はね、家は改装中で片付けが追いついてないのよ。散らかってる中で帰ってこられても困るからね。兄嫁はそうやって言葉を濁した。うまく騙せているつもりなのかもしれないが、私はその話が嘘だと直感的に感じた。家を改装してるってどういうことですか？まず、そんなお金がどこにあるって言うんですか？母が改装を決めたのなら、必ず私に連絡が来るはずだろう。連絡がないということは、兄夫婦が何かしらの手段でお金を工面したと考えるしかない。だが、約1年間彼らのことを見てきたが、働いている形跡はほとんどない。電話をするたびに、彼らに働くよう言って口喧嘩に発展している。多分彼らが言う、数ヶ月働いた後に辞めたというのも、嘘なんじゃないかと思っている。もし本当だとしても、その間の無職期間が長すぎる。だから実家の改装費を払う余裕なんてあるはずがない。そう考えると、母との連絡が途絶えてからもう3ヶ月が経っている。毎日電話しているわけではないが、10回以上は試みているのに、出かけている、寝ていると言われ続け、一度も母と話すことができなかった。これまでの家族の信頼からおかしなことになっていないと思っていたが、その認識は甘かったのかもしれない。嫌な予感を抱いた私は、兄嫁の言い訳を聞き流し、お盆のタイミングで予告なしに実家に向かった。インターホンを押すと、出てきた兄の顔がこわばっていた。あれ、彼女じゃないか。どうしたんだ、いきなり来て。兄は無理に笑顔を作っていたが、口元が引きつっていて、何か隠している雰囲気だった。たまたま近くに来たから顔を見に来たんだよ。ちょうどお盆だし、お母さんの顔を見たいなって思ってさ。急な訪問は困るよ。家が散らかってるから。ああ、そういえば家を改装中だって聞いたけど、業者の車が見えないよね。ああ、それはお盆の季節だからだよ。
ちょうど休みで工事も滞ってんだ。兄は口早にそう言った。それっぽいことを言っているが、これは嘘だとすぐに感じ取れた。嘘をつくとき兄はいつも唾を飲み込む癖がある。家の中もいつもと変わらない様子で改装されている気配はなかった。確実に何かを隠している。ちょっと入るねと言いながら、私は無理やり玄関を押し開けて中に入った。兄は慌てて私を止めようと必死だったが、私にはもう止まる気はなかった。ほとんどの部屋は兄夫婦が使っていそうだった。まさかと思ったが、少しでも可能性がある倉庫へと直行した。お母さん、お母さん。声を上げながら古い引き戸をガチャガチャと鳴らす。すると中から、カナなの?と母の弱々しい声が聞こえた。そう、私だよ。ちょっと待って、内側から開けるね。母がそう言った。扉が少し開くと、そこには痩せ細った母の腕が見えた。その姿を見て、信じられない思いに戦慄した。扉が全開になると、頬がこけた母が立っていた。お母さん、なんでこんなことに。呆然としている私に、母は無力な笑みを浮かべてみせた。私は思わず母を抱きしめた。どうしてこんなところにいるの?もしかして、閉じ込められていたの?そう問いかけたが、母は黙っていた。視線は部屋の奥にある食パンの袋に向けられている。ちょっと待ってよ。これがお母さんの食事なの。近づいて袋を見ると、食べかけの一枚とカビが生えた残りがあった。何これ。お母さん、ずっとこんな食事をしていたの。矢継ぎ早に質問する私に、母はただ苦笑いを返した。お母さん、一体ここで何が起きてるの?大したことないのよ。いつものこと。私が悪いのよ。私の問いに母が悲しそうに目を伏せた。その時、後ろから兄嫁がやってきた。もう勝手に入らないでよね。あなたもマナーがなってないわね。お姉さん、母に何をしてるんですか?しつけよ、しつけ。兄嫁は冷たく笑って言った。しつけって一体どういう意味ですか?母が何をしたっていうの?別に何もしてないけど、ここにいるだけで迷惑なのよ。出て行けって言っても聞かないし。兄嫁はそう言い放った。その言葉に私は驚愕し、言葉を失った。そもそもこの家は母のものだ。無断で転がり込んできたのは兄とその妻だし、母が出ていく理由などどこにもない。それにもかかわらず、なぜ彼らはこの家を自分たちのものかのように振る舞うのだろうか。ところでカナさん、お母さんに仕送りしてたそうね。お母さんは年金だけで生活してるって言ってたけど、嘘つくなんてひどいわ。お金をもらってるなら正直に言えばいいのに。兄嫁がそう言い、兄も本当息子を騙すなんて最低だと不満そうに付け加えた。え、もしかして二人でお母さんのお金を搾取してるの?私の問いに対し、同居してるんだからお金の管理は当たり前だろうと兄夫婦は開き直った。母は、年金があるだろって言われてお金を渡した私が悪いんだよ。でも渡さないと叩かれるから、と目を伏せた。当たり前でしょ。一緒に住んでるんだからそれは家賃みたいなものじゃない。兄嫁がそう返し、兄もそうだなとうなずいた。じゃあ、あなたたちはこの家を手に入れたくて、お母さんが邪魔だから金を巻き上げて苦しめて、こんな場所に追いやったってわけ。怒りが爆発して声を荒げたところ、兄は、そうだけど、
と何事もないかのように答えて肩をすくめた。兄嫁は仕方ないでしょ、お母さんが悪いんだから、少々手荒なことをする必要があったのよと不満たっぷりにため息をついた。ちゃんと食事を与えてるし、2週間に1回1袋の食パンをあげてるから問題ないでしょ。お風呂も週に1回は貸してあげてるし、トイレも1日1回は使わせてるわ。十分親切にしてると思うけど、介護代を請求したいくらいだわ。兄嫁はそうやって堂々と言った。その言葉に呆然とする私。母は私と目を合わせようとせず、ただうつむいている。それだけで兄嫁の言っていることが事実だというのがわかる。母の状態は本当にひどかった。多分、囚人だってもっとマシな扱いを受けているんじゃないかと思う。この夫婦が家に来てから仲良くなったのは、母を苦しめることでお互いのストレスを発散しているからに違いない。母には何の落ち度もないのに、なぜこんな苦しみを受けなければならないのか。絶対に許せない。あんたたちを私は絶対に許さないから。そんなことを小さくつぶやいた私に、兄夫婦は、え、何か言った?と聞き返した。私はそれに答えず、母の手を引き、すぐに車に向かった。ああ、カンナ、何をするの?大丈夫だよ、お母さん。とりあえず、私の家に行こう。お風呂にも入れるし、好きなもの食べていいからね。ベッドも自由に使って、ちょっと休んだ方がいいよ。母は私の提案に少し戸惑いながらも納得した。そして家に着いて一息ついてから私は出かける準備をした。私はちょっと用事があるから出かけるけど、すぐ戻るからゆっくりくつろいでてね。母は私がどんな行動をとるか察していたのか、無茶はしないでねと心配そうに言った。うん、ありがとう。そう答えて私はとある場所に向かった。それは兄嫁の実家だ。以前帰省した時、兄嫁と連絡先を交換していて、彼女がしぶしぶ自分の連絡先を画面で見せたことがあった。その時私は念のためにとその画面を写真に撮っておいたのだ。幸い住所も写っていたので、その情報をナビに打ち込むだけで兄嫁の家にたどり着けた。兄嫁の実家に到着し、緊張を抱えながらインターホンを押す。はい、どなたですか?と、母と同じくらいの年齢の女性の声が聞こえる。はじめまして。私は岩本翔太の妹、カナです。ミレイさんの夫の妹です。ミレイさんの義妹にあたります。ああ、結婚は聞いていましたが、あなたがその方ですか?挨拶が遅れて申し訳ありません。いえ、こちらこそ申し訳ありません。また、突然の訪問も申し訳ありません。ちょっと、お話ししたいことがございまして。そうでしたか。せっかくですし、中でお話ししませんか。兄嫁の母に招かれ、私は家の中に入った。これからいろいろと話さなければと思い、内心で覚悟を決めていた。部屋に入ると休日を楽しんでいるような雰囲気で兄嫁の父もいた。以前から兄との結婚を反対していた兄嫁の家族。私は初対面で思い切って母に対する仕打ちについて包み隠さず話すことにした。その話を聞いた兄嫁の父は、だんだんと顔が険しくなっていく。朝があいつ、またそんなこと。そう言って激しく机を叩いた。完全に怒りが爆発している様子だった。兄嫁の母も私の手を取って、お母様には本当に申し訳ないことを、と頭を深く下げた。カノさん。このようなことを頭を下げるだけで済ませようとは思っていません。しかし、
とにかく心から申し訳なく思っています。すぐに娘を呼んでまず直接謝らせますので少々お待ちを。兄嫁の父がそう言い電話を取り始めた。その展開には驚いてその場に固まってしまった。1時間半ほど後、青ざめた顔をした兄夫婦が到着した。激怒している兄嫁の父は兄嫁の腕を掴んでここに座れと強く引っ張る。痛い。そうやって叫ぶ兄嫁を無視して無理やり私の前に座らせた。お前は自分がしたことの重さを理解してるのか。そう言って詰め寄る兄嫁の父の言葉に兄嫁は何も答えずにただ震えていた。お前は子供の頃から問題を起こしてばかりで、いつになったら成長するんだ。兄嫁の父がさらに声を荒げる。私が聞いたところによると、兄嫁の家庭は代々教師をしているが、子供たちは自由にさせて育てる方針だったそうだ。だが兄嫁は家族の中で唯一クラスメートをいじめたり万引きをしたり友達の妹に暴力を振るうなどの問題行為を繰り返していたらしい。何度叱っても効果がなく他人を困らせることに喜びを感じているようだった。非行に走る彼女に両親は精神的な問題があるのではと真剣に心配していた。しかし心療内科を受診しても兄嫁の問題は年齢的、性格的なものとして扱われただけだったそうだ。兄嫁の問題行動に家族全員が頭を悩ませていた。ある時、彼女の起こした問題が地元のニュースで取り上げられ、その結果兄嫁の父は教職を辞めざるを得なくなり、親族からも冷たい目で見られるようになったそうだ。そのため次に何かやったら絶縁だと警告をしていたらしい。にもかかわらず結婚後も兄嫁はまた問題を起こした。どうしてお前はいつもこんなことをするんだ。兄嫁の父が怒鳴ると兄嫁は涙を流しながら頭を下げた。ごめんなさい、それ以上は怒らないで。年齢による精神的な成長もあるのか、この時ばかりは何か悪いことをしたという自覚をしているようだ。ああ、お前なんて知らん。そもそも結婚には反対だったんだ。自分のことすらちゃんと制御できないお前が、他人の妻の役目を務められるわけがないんだ。兄嫁の父が言い放つと、兄がそんなことを言わなくても、と兄嫁をかばった。ねえお姉さん。私がふと声をかけると、何？と少しムッとしながら答える兄嫁。お姉さん、兄と結婚する前に会社のパソコンデータを横流ししてクビになったって本当？警察沙汰になったって聞いたけど。そう切り出すと、兄嫁は黙り込んでしまった。兄は驚いて、え、アパレルに勤めてたんじゃなかったのか、と兄嫁に尋ねた。その話、私たちが聞いたのとは違うらしいよ。前のトラブルでご両親が次に何かあったら絶縁するって約束していたみたいだし。私の話を聞き、兄は目を見開いた。まさか、妊娠の話も。多分、妊娠してるって結果が出た検査薬はネットで中古のやつを買ったんでしょ。お前、なんでそんなことを。兄嫁は図星だったのか黙り込んだ。そこまでしてどうして無職の兄と結婚したがったの？私がさらに追求すると、兄嫁は驚きの発言をした。無職だからよ。母親が年金暮らしで息子の無職を許すほど優しいなら、生活の援助もしてくれるだろうと思ったの。私はいつでも親に絶縁されるかもしれないし、前科もあって金もなくて、どうなるかわからなかったからね。そうやって開き直って言う兄嫁の言葉を聞いて呆れて笑ってしまった。人の善意を食い荒らす利己的な人だった。一方で兄は
そんな理由で結婚されたことに驚愕している。結婚してから気づいたでしょうけど、兄は無職を許されているわけではなく、言っても聞かないから放置されているだけです。生活の援助はしていないんですよ。本当にそうだったわね。無理やり同居してお母さんを苦しめたけど、結局金は一切出てこないし。兄嫁は悪びれた様子もなく言った。この発言を聞いて、私はもうこれ以上容赦しないと思った。兄と義姉のことは絶対に許してはいけない。法的な手段を取るしかないと決心した。兄嫁の両親も何かを制したのか、兄夫婦を追い出した。私が二人に警察を突き出すつもりだということを兄嫁の両親に話すと同意してくれた。家に帰った私は母と一緒に被害届を出しに警察署に行った。すぐに警察の調査が進み、ついに兄夫婦は逮捕されることになった。兄夫婦の罪は重く、逃れようもない。そして兄嫁は実家の家族からも完全に縁を切られた。家族に許されて生きてきた兄嫁だが、そろそろ自分が社会では許されないことを自覚するべき時が来たのだ。そして母への慰謝料を支払うよう命じられ、義姉は借金を抱えることになった。親族の助けを借りることもできず、彼女は孤立無援の状態に追い込まれた。一方兄も前科がついたことで社会的な信用を失い、どんな仕事にも採用されなくなった。高学歴であっても彼の過去の行為が重くのしかかり、再起の道を閉ざされてしまったのだ。世間知らずでは済まされない罪の代償は大きく、深い反省をしない限り彼らの人生はもう浮上することはないだろう。兄嫁の妊娠が嘘であったことが、ここに来てよかったと思えるとは。兄と兄嫁が母に対して行ったことの責任を取らせることで、私はようやく母への強い心配も薄れた。母の献身的な性格は相変わらずだが、兄嫁に似たような人が現れないことを今後願う。彼らが法の下で裁かれたことで、母も少しずつ心の平穏を取り戻しつつあった。家族の平和を取り戻すための長い戦いだったが、これでようやく終わりを迎えたのだと感じた。それから私たちは新しい家を借り、一緒に移り住んだ。母との日々を大切にしながら、これからも前向きに生きていきたい。新しい家での生活はまだ始まったばかりだ。これからは母と一緒に笑顔で過ごす時間を増やしていきたい。家族にもいろいろな形があるだろう。家族の守り方もいろいろある。私たちはこんな形にはなってしまったが、これからも母といい関係を築き、前に進んでいこうと思う。私の人生はまだまだこれからだ。いつか私にも素敵な家族ができる希望を持って、この話は終わります。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。在宅ワークのニートは荷物をまとめて出ていけ。兄嫁はそう言って私を追い出そうとしてきた。両親もうんうんとうなずいている。一体この人たちは何を考えているのだろうか。だがこちらも我慢の限界だった。わかったわ。翌日、私はすべての手続きを終えて引っ越しをした。どうしてこうなるのよ。慌てふためく兄嫁たちだが、もう遅い。私を怒らせたことを後悔するがいい。私の名前は香織、32歳の在宅ワーカーだ。現在は実家にて両親と兄と4人で暮らしている。兄は就職を機に一度家を出たのだが、昨年に家をフルリフォームした際に戻ってくることになった。それから家族4人が揃った状態で暮らしているのだが、また兄は出ていくことになりそうだ。というのも、兄が今度結婚することになったからだ。
結婚となれば奥さんと新しい部屋を借りて住むことになるだろう。私はそう思いながら家族3人になってからの生活について考えていた。一人減る分私の負担も少しは減るだろう。これならまあ今まで通りの生活ができるかな。そんなことを考えていた。おい、かおり、早く飯を作れ。まったくこの子は言われないと動けないダメな子ね。今日も朝から両親の小言で始まる。両親は私のことをいつもこき使ってくる。私が仕事をしていると言っても全然聞き入れてもらえず、無職のニートは家事くらいしろと私に全ての家事を押し付けてくるのだ。そのため私は仕事の合間を縫って家事をしないといけない。毎日両親の朝食を作り、掃除に大人4人分の洗濯をして、兄が仕事から帰ってくる頃に晩ご飯を作り終えるというのが大体の1日の流れだ。その間にもお風呂掃除をして沸かしたり、トイレ掃除もしないといけないので結構大変だ。しかも両親もあれこれ文句をつけてくるので、体力的にだけじゃなく精神的にも疲れる。たかしに養ってもらってるんだから、あんたはこれくらいちゃんとしなさいよ。そうだぞ、32歳にもなって恥ずかしくないのか。私をニートと決めつけている両親はことあるごとに私を罵倒してくる。いくら私が在宅で稼いでいると話しても、仕事をしている様子を見せても信用しないのだ。パソコンでただ遊んでいるだけじゃないか。こんなことでお金を稼げたら苦労しないのよ。こんなことって、私結構頑張ってるんだけどな。両親は昔から兄のことばかりを可愛がっていた。兄は見た目が良くて明るくて、いつも輪の中心にいるようなタイプだった。だから友達も多かったし、親戚やご近所さんからの人気もあった。一方で内向的な私は自分の気持ちを伝えられないことが多く、友達も少なかった。だから人気者の兄ばかり両親は褒めていたのだ。兄はおねだり上手と言うべきか、親の心に取り入るのがうまくて、欲しいものは何でも買ってもらっていた。私は勉強を頑張っていい成績を残していたのだが、私よりも成績が低い兄の方がいつも褒められていた。前回よりも2点高かったねとか、難しそうなところが正解だから天才だとか言われていた。私のことは無関心で、迷惑をかけないようにとだけいつも言われていた。だから私は小さい頃心が腐りかけていたのだが、兄だけは私のことを認めてくれた。実際この家で天才なのはお前の方だろう。将来的には俺よりも成功すると思うぞ。え、本当に？ああ、だから俺たち家族のことは将来は支えてくれよ。兄からそう言われて私は嬉しかった。だから一生懸命に勉強を頑張った。兄はそんな私をよく頼ってくれて、私は宿題を手伝ってあげたりした。その度にとても感謝をしてくれるので、ああ、誰かに頼られるっていうのはこんなにも嬉しいことなんだなと実感したのを覚えている。だから兄ばかり褒められていてもそこまで気にならなくなっていた。私は私ができることを淡々とやっていこう。そして兄に頼られた時は全力でサポートをしてあげよう。そんな風に考えて過ごしていた。1歳上の兄が結婚することは私にとっても嬉しかった。お嫁さんはどんな人なのだろうか。そうやって楽しみにしながら待っていたのを覚えている。そして兄が連れてきた婚約者のかなさんと初めて会ったのだが、とても綺麗な人という印象だった。まさに美男美女カップルでお似合いだなと思った。だが、なんとなく気になることがあった。それはかなさんがあまり私の方を見ないことだ。なんていうか、話しかけてこようとしない。私も人見知りなので自分からは話しかけられない方なのだが、そういうことではなく避けられているような感じがした。両親は大好きな兄が連れてきた人だからと、兄に対してのように丁寧に接していて、完全に4人だけの世界になっていた。私だけが蚊帳の外で気まずい思いをした。まあ別にそれならそれでいい。兄の婚約者とこれから一緒に暮らすわけではないし。そんな風に思っていたのだが、結婚式を終えても兄は家を出ていく様子はなかった。それどころか兄嫁が大きな荷物を持ってやってきた。今日からよろしくお願いします、お父さんお母さん。ええ、よろしくね、カナさん。私は両親と兄嫁のやりとりを見て絶句した。そしてすぐに兄を部屋まで引っ張り話を聞いた。
ちょっとお兄ちゃんどういうこと？二人はどこか部屋を借りて暮らすんじゃないの？いやごめん、結婚式とか新婚旅行とかでなんだかんだお金を一気に使っちゃってさ、金が結構やばいんだよ。それにこの家もリフォームしてまだ1年経ったくらいで新しいだろ。だからどうせならこの綺麗な家に住みたいってカナが言ってて。それで私に相談もなしに勝手に決めちゃったの？いや、後で言おうと思ってたんだけどバタバタしてて。私は兄が勝手に同居を決めたことが信じられなかった。兄だけは私のことをちゃんと認めてくれていると思っていたからだ。私の知らないところでいろいろと決められていたのは腹が立った。そして両親は兄嫁の前でも今までのような接し方をしてきた。おい、さっさとお茶を運んでこい。カナさんが来てくれたんだぞ。本当にどんくさくて使えない娘よね。カナさんの前で恥ずかしいわ。兄嫁の前でそんなことを言う両親の方が恥ずかしいだろう。だが兄嫁は両親の言葉を聞いて笑っていた。苦笑いとかではなく、私は嘲笑う笑い方だ。あ、きっとこの人も一緒なんだろうなと直感的に思った。両親と一緒で私が何を言っても信じてくれない人なんだろう。私はこれからの生活を思って頭を抱えた。一人減るどころか一人増えて、しかも私を悩ませる存在が増えたのだ。これはますます仕事がやりにくくなりそうだ。そして案の定、私の思っていた通りになった。ねえ、かおりさん、私キャラメルマキアートが飲みたいの。ホイップクリーム多めのやつ。へえ、そうですか。私は兄嫁が何を言いたいのか分かっていたが、あえてスルーしようとした。すると兄嫁は舌打ちをして私を睨みつけた。本当に頭悪いんだね。今すぐ買ってきてって言ってるのよ。無理ですよ。私仕事してるんですから。はあ？仕事？そのアニメキャラみたいなので遊んでるのが？つくならもっとマシな嘘をつきなさいよね。いいからさっさと買ってきて。お母さんたちに言いつけるよ。そうやって脅してきた兄嫁。私の仕事は 3D キャラのグラフィックデザインを作ることだ。他にもゲームキャラのデザインも担当したりしている。似たジャンルだが、いろいろな仕事をもらっているのでかなり稼ぐことができている。だがそれを細かく説明したところで兄嫁にはわからないだろう。私が無視をして仕事をしていると、本当に母親に告げ口をしたようで、鬼の形相で母が部屋に入ってきた。ちょっと、カナさんを泣かせるなんてどういうつもり？え、泣かせる？私が振り向くと兄嫁は泣き真似をしていた。明らかに嘘泣きだとわかるのだが、母は簡単に騙されたようだ。今すぐ頼まれたものを買ってきなさい。あんたはニートなんだから、それぐらいやって役に立ちなさいよ。そのように怒鳴る母。ここまで邪魔されてしまったらもう買いに行った方が早いな。私はそう思い、仕方なくキャラメルマキアートを買いに行った。初めからさっさと買いに行ってればよかったのよ。本当にどんくさい人なのね。働いてないというよりも働けないんじゃないの？そうやって私をバカにしてくる兄嫁。結婚を機に会社を辞めたようで、兄嫁は専業主婦としてこれからもずっと家にいることになる。毎日私を罵倒してくる人がまた一人増えるなんて耐えられない。私はさすがに我慢ができなくなってきて兄に相談をした。ねえ、お兄ちゃんからいい加減ちゃんと説明をしてくれない？お母さんもお父さんもカナさんも私がニートだって決めつけてあれもこれも押し付けてくるんだけど、こんな状態じゃ仕事と両立させることは無理だよ。私が何を言っても全然信用してくれないし、お兄ちゃんが言わないとダメだと思うんだよね。私がそうやって兄に相談をしたのだが、兄は歯切れの悪い返事をするばかりだった。ああ、まあちゃんと頃合いを見て説明をしようとは思ってるよ。だけど今は俺も仕事が忙しいからさ。香りに迷惑をかけているのは分かってるし、いろいろと支えてくれてて感謝はしてるよ。本当にありがとうな。兄はそうやって言ってくるが、私もだんだんとそういう言葉だけでは納得ができなくなっていた。お兄ちゃんがちゃんと言わないなら、私この家を出ていくからね。え、それは困るよ。今だってお前の稼ぎで生活が成り立っているっていうのに。だからその辺をちゃんと話してって言ってるの。そうすればお父さんたちの態度だってもう少しマシになると思うの。このままお兄ちゃんが何も言わないなら、私は自分のちゃんとした職場環境を保つために出ていくから。この家のものも全部持っていくし、家も売るからね。正気かよ。ええ、
だって全部私のものだもの。分かったからちゃんと説明するから。兄は慌てた様子でそう言った。ここまで言えば兄もちゃんと説明をしてくれるだろう。だがそれから1ヶ月が経っても兄は結局両親と兄嫁に何も言ってくれなかった。私はもう我慢の限界だった。そして家を出るための準備を始めた。兄嫁と両親はよく3人で外食に行くので、その間に不動産屋に来てもらって査定をしてもらった。これでいつでも家を売ることができる。そしてそんな中、兄が1週間ほど出張に行くことになった。普通結婚したばかりで出張を頼まれることはなかなかないだろう。おそらくだが兄は私から催促されるのが嫌で時間稼ぎをしているのではないだろうか。私は兄に対してどんどん信頼度が下がっていった。そして兄が出張に行ってからすぐのこと、兄嫁がいきなり部屋に入ってきた。え、ちょっと何ですか？あんたさ、いつまでこの家でスネをかじり続けるつもりなの？あんたがいることで私たちが本来ならもっと裕福に暮らせる分が減るのよ、この金食い虫。在宅ワークのニートは荷物をまとめて出ていけ。兄嫁はそう言って私を追い出そうとしてきた。両親もうんうんとうなずいている。一体この人たちは何を考えているのだろうか。だがこちらも我慢の限界だった。分かったわ、今すぐ出て行きます。私はすぐに不動産屋に連絡をした。するとすぐに手続きができるとのことだったので明日伺うことに。はっ、これでやっと疫病神を追い払えるわね。カナさんが来てくれてよかったわ。私たちもこいつを持て余してたんだ。そう言って笑う両親、いくらなんでもひどすぎる。私は怒りでいっぱいになった。翌日私は全ての手続きを終えて引っ越しをした。両親と兄嫁は外食をしている間に私に出て行くように言ったので、ちょうど一気に荷物をどけることができた。私はリサイクル業者にも連絡をしていて家具や家電を全部売った。そのため家には一切何もない状況だ。そしてとりあえずはビジネスホテルに泊まり、私はじっくり一人暮らし用の部屋を探すことに。すると案の定数時間後に母から電話がかかってきた。ちょっと、なんで家のものが一切ないのよ。そりゃ私が買ったものだからね。はあ、嘘つかないでちょうだい。全部たかしが新しく買ってくれたものでしょ。お母さんたちは何か勘違いしているようだけど、全部私がお金を出したんだよ。家のリフォームも家具や家電も今までの生活費も。またそんなくだらない嘘を。母はそう言って信じてくれなかった。そして電話の声が兄嫁に変わった。ちょっと、こんなことして許されると思ってるの？警察に訴えるからね。勝手にどうぞ。恥をかくのはそちらだけどね。その家が私の名義であることも、私のクレジットカードで家具や家電を買った証拠もこちらにはあるんだから。私がそう言うと兄嫁は立ち退いた。随分と自信ありげない。ええ、だって真実ですから。警察でも何でも呼んでください。まあその前に兄に確認をした方がいいと思いますけどね。私はそう言って電話を切った。そして兄に LINE で家を出て行ったことと家は売ったことを報告した。それから10分ほど経った頃だろうか、再び母から電話がかかってきた。その声はかなり切迫している様子だった。たかしからあなたの言っていることは全部真実だって聞いたわ。お願い、謝るから戻ってきて。私たちあなたの稼ぎに頼ってたってことでしょ。だから今までの生活をまた続けるためにもお願い、何度でも謝るから。もう遅いよ。私がどれだけお母さんたちに説明したと思ってるの。それを一切信じてくれず私を邪険に扱って絶対に許せないわ。もうその家も売ったからさっさと出て行ってよね。売った？そんな、私たちこれからどこでどうやって生活をしていけばいいのよ。さあ、お兄ちゃんに頼ればいいじゃん。手取り15万しかないあの子に頼ったって破産するしかないでしょ。じゃあ自分たちも働けばいいじゃん。っていうか甘えてないで自分たちで働きなよ。体は動くんだから。そんなこと言わないで。泣きながらそのように言う母。どうしてこうなるのよ。
と後ろから兄嫁の声も聞こえる。慌てふためく兄嫁たちだがもう遅い。私を怒らせたことを後悔するがいい。私はもうあなたたちとは縁を切りますからと言って電話を切った。そして着信拒否にしてもう関わらないようにした。それから私は在宅で働けることを強みとして海外で暮らすことにした。そうすれば兄たちに追われる心配もない。あれから兄からも何度も電話がかかってきて謝りたいとか一度会いたいとか言われていたのでうんざりしていたのだ。しかもその時分かったのだが、兄は母や兄嫁に私のことをニートと言っていたらしい。私には感謝しているとかいろいろ言っていたくせに、手柄だけはすべて横取りして裏では私の悪口を言っていたそうだ。そんな人を今更信用することはできない。だから兄とも完全に縁を切ることにした。現在は海外で悠々自適な生活を送りながら、仕事も頑張り平和で穏やかな日常を過ごしている。これからも私は仕事を頑張りながら、今後は恋愛の方も少し頑張ってパートナーを探してみようかなと思っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。